毎度本田圭太撮影事務所の本田圭太です。今日は2024年の3月31日日曜日です。今日はですね、月末ということで、3月の振り返りをしたいなと思います。なんといってもこの個人事業主は、この3月ね、確定申告ですので、本当にね、本当に税理士の方とですね、全力にサポートいただきながら、今年もですね、無事に、締めることができました。本当に、今年1年ありがとうございました。今年度、1月から始まってますけども、今年もね、頑張っていきたいなと思っております。あと撮影ですね。撮影は、桜フォトやりたいってね、月始、言ってたんですが、桜咲かないですね。だからね、昨日もね、ちょっと桜の状況を見てきたんですが、つぼみもまだまだ硬い感じで、開花しないなーって感じで、多分来週末ぐらいが多分見頃なんじゃないかなっていうね、見込みをしております。昨日ちょっと、お話しさせていただきましたが、桜フォト、アイシャプロモとランドセルフォトね、こちらの方今年、プラン作っておりますので、ぜひぜひね、エントリーいただければ幸いでございます。そしてですね、こちらご機嫌通信ですね。3月いっぱいまでは、こういったフリースタイルでお話しさせていただきましたが、ちょっとね、4月からまたちょっと体制変えて、配信していきたいなと思いますのでね、私のこちらの動画ですね、よかったら、応援の方をいただけると、とても、嬉しいです。そして、栃木県足利市の天気ですが、晴れのち曇りとなっております。最高気温が26度、最低気温が10度となっております。昨日めちゃくちゃ暑くなかったですからね、昨日と同じぐらいの最高気温になってるんで、本当に昨日半袖でいいかなって思っちゃうぐらいだったので、今日もね、もう服装ちょっと気をつけながら、過ごしたいなと思います。という感じで、皆さん良いフォトライフをお過ごしください。本田圭太撮影事務所の本田圭太でした。ほらねー。